あれ、ボス、鑑識班が呼んでますね。ちょっと行ってきます。おう、頼む。六角聖児が。ボス、現場から少し離れた場所にこんなものが落ちてたそうです。え？なんだ？え？こりゃ、リボンか。はい、髪を留めるためのリボンのようですね。あら、じゃあ。ああ、そのリボン。坂崎さん、何か心当たりが？それ、道夫ちゃんがいつもつけてたリボンです。なんだと？じゃあ、ポーズ。それじゃあ本当に白石さんがここに現れたってこと？間違いないのか？はい、私も同じのを一緒に買って家にしまってあるから間違いないです。本当かよ、まさか蘇ったとでも言うのか？本当にしまってあるのかな、やっこちゃん。出てるんじゃない？まさか。そんなんまさかよ、まさかだよね。ん？やこちゃん。もし道代ちゃんが蘇って生きてるのなら、蘇らせる必要ないね。一体どこに行っちゃったんでしょう。さあなあ。教師にやったように他の奴に復讐にでも行ってるのかね。そんなに許せない相手がいるもんですかね。それは例えば、事故死だったとしたらその相手とかか。みよちゃん。もし本当に白石さんが蘇ったのだとして、せっかく奇跡的にもう一度生きられる機会を得たのに、それで果たすことが復讐ってなんだかとても悲しい気がする。そうはね。やっこちゃん。なんかありそうだぜ、やっこちゃん。今私たちから話せるのはこんなところだと思います。おー、ありがとうよ。貴重な情報がたくさん得られた。本当にね、やっぱすり合わせって大事だわ。俺らは根島文親と長沢前の捜索を急ぐ。あとは白石道夫の家にも念のため寄っておきたいですね。しばらくこの学校を中継場所にしよう。何かあったらここにいる捜査官に伝えといてくれよ。ああ、なるほどね。わかりました。ありがとうございます。私たちは白石先生じゃなくって、荒石先生に話を聞いて呪いの解除方法を探ります。白石、荒石。じゃあ、ボス、俺たちも準備ができたら移動しましょう。あれ？高級寿司は？今日の夜？今日の夜話、食いに行こうか。ね。みんなでね。食べに行こうね。ね。なんか今、動かせたの怪しいな。やっぱりナメドリいるんじゃねえのか。あ、ほんで、次はまだと。で、やっこちゃんたち、え？セイマン？セイマン。どういうこと？いや、でもこれは、まあ、時系列順的に、シギマさん行くか。サイコンの溜まったジュサ玉を得るために夜通し情報収集を続けるリヒタ。春江は我が子の蘇生という対岸成就の可能性に眠れぬ朝を迎える。誰が一番最初にオールに耐えられなくなるかって感じだね。みんな寝てないんだね。やっこちゃんもおそらく、いやでもな、乗っ取られてる間とかって寝てるのかどうか、真偽あるわ。いやでも脳みそ、動いてる脳みそは一緒なわけだから、休めてないだろうな。もし乗っ取られてたとしてね。おはようマダム、気分はどうだい？ええ、悪くない。今日もお願いね。マダム！ジュソ玉の様子は？ジュソ玉は朝になったら反応しなくなってた。なるほど。やはり呪いの力は夜だけしか使えないのかもしれない。それより、カイさん、朝は随分遅くない？え？ああ、何せ、社会が動いてないと調べられないことも多くてね。その代わり超特急でいろいろ調べてきたよ。ああ、そうだったの。今の何？文句？クレーム？遅くない？あれ？昨日のナメドリどうなったかな？あ、貼られてない！誰か剥がしたんだ。今この屋敷には誰もいない。戸締まりはしっかりしてある。通いの家政婦はすでに朝早くに来て掃除と炊事をして出て行った。え？そうなんだ。そういうものかな？私が生まれ育った古い屋敷。このお屋敷もなんかあるらしいけど。町が活動を始めている。岩崎にいても常に喧騒が響いてくる。工業地域であるこの近辺では空気はいつでももやがかかっている。
いや、都会に実家がある人ってどんな感じなんだろうっていつも思う。私の実家ってすげえ山の中にポツン、本当にポツンと一軒家みたいにあるから。外で何してても誰にも見られないから。こういう家もあるんだもんね。さすがに少し疲れを感じる。夜を徹して調べ物をしてくれたのだろう。掘りが深いリヒタさんがさらに熊で。掘り深くなっちゃうね。ところでマダム、一つ確認しておきたい。なに？僕らはサイコンの溜まったジェソ玉を奪い取ろうと目論んでいるけれど。奪い取らなくとも、かすり主と直接交渉して、手術を使わせてもらえるならばそれでもいいかな？ええ、もちろんそうだけど、そんなことがあり得るの？ねえ、サイコン集めてるってことは。ああ、それなりの対価を提供できれば交渉の余地もあると思う。ああ、まあ、シギマさんお金持ってそうだし。対価。そう、まずはお金だね。シギマ家の資産、ある程度は出せると思っていてもいいのかな？もちろん、お金に糸目はつけない。それで済むならいくらでも用意する。もう身の代金の時のような後悔は絶対にしたくない。出し惜しみはね。OK! じゃあそれも踏まえて作戦を立てようか。これを確認するってことはそういうことがあるのかな？かしり主のこと？交渉できそうなかしり主に当てでもあるの？いや、そもそも積極的にサイコンを集めているかしり主が存外少なそうだと思ってね。今朝のニュースは見たかい？いいえ。テレビつけない主義なんで。実は昨晩から早朝にかけて、この区内に3人の変死体が発見されていて。という3件の変死体、変死体だそうだ。それぞれの身元はまだ発表されていない。これらは本所連続開始事件として今ちょっとした騒ぎになっている。え、そんな、たったの3件？たったの3人なの？だよね。シギマさんから見たら。そうだ、そもそもかしり主のサイコンであっても、一人二人では満たないはず。なのに七不思議のジェソ玉に対してサイコンが3人分はかなり少ないペースに思える。昨晩のこの近辺での動きの少なさを見ても、かしり主たちは皆慎重派のようだね。なんて消極的なの、せっかくの蘇りを。見つかっていない被害者がいるかもしれないが、サイコンを集め切った者はまだいなそうだ。見つかっていない被害者ね。長沢さんとかってもしかしたら死んじゃってるかもしれないのか。であれば、何かを餌にして焚きつける必要があるかもしれない。ああ、それで対価なのね。え？みんなにチラシをばらまく？100% のジソ玉くれたら1億円？積極的なかしり主が現れていない。これは呪いを呼び覚ましたものが意図していた事態なのか気になるところだね。呪いを呼び覚ましたものがいるの？ジェソ玉を得た時に殺せと煽る声が聞こえたようだし、さすがにこれが自然現象だとは考えにくい。リッタさん勘が鋭いね。誰かがこの地に伝わる呪いに働きかけたはずだ。その目的は蘇りの手術だろうがね。だったらその呼び覚ました当人もかしり主になるのではなくて？ねえ。いい着眼点だ、マダム。マダム。呪いを起こした黒幕の目的が秘術であれば、かしり主になって積極的に呪いでサイコンを集めるだろう。しかしそれはかなりの危険を伴う。他のかしり主に命を狙われるからだ。ああ、観測する方がいいってことか、自分で呪いを発言させるのであれば。だとしたら、かしり主たちが消極的な方が都合がいい。そう。なのに、実際はかしり主になった者に、呪い殺せと煽っている。それはなぜか。考えられることとしては、黒幕は自分でサイコンを集めるつもりはないのかもしれない。あ、最初からかしり主同士で争わせてからジェソ玉を奪うつもりで。監視する手段があるならばそっちの方がずっと安全だろう。どういうシステムなんだろうね。僕が他人のジェソ玉を奪うのがありだろうと考えたのもそういう理由からだよ。ならどうするの？もうやる気なくなっちゃった顔。自分ならやるのに。当然ながら黒幕自身がかしり主になっている可能性も十分に残っている。
正直その黒幕は相手にしたくないな。どんな力を持っているかわからないからね。有利だよな、このゲームで。このデスゲームでさ。交渉するにしても奪うにしても、黒幕を出し抜いてサイコンを集めている者と接触せねばなるまい。どうやって？さーてね、そこは探ってみるしかないだろう。ツイッターで募集するか。この時代に SNS あったらすごそう。まあだからこの時代なんだろうけど。黒幕が頭主を煽ってサイコンを集めているのだとするなら、そもそも本当に蘇りの秘術なんてあるの？そうだね。蘇りの秘術が頭主を動かすための虚偽に過ぎない可能性はあると思う。この唇好きだよな。ただその可能性があるからといって、マダムは秘術を諦められるのかい？はあ。無理。無理。なんか杉山さんとテキスト被ること多いよね。そう、真実である可能性があるならば乗るしかないわけだ、そこは。ただまんまと呪いを使ってやる必要まではないがね。賢く行こう。そんな、犯罪者にならんとも。というわけで、昨晩発見した頭主と疑われる人物の身元を洗えるだけ洗ってみてよ。すごいね。と言っても判明したのは二人だけだがね。まあ早い、さすがのプロタンね。ありがとう。ありがとうのポーズ。まずは、かしり主じゃないけど僕らに接触してきた当のあやめという女性。これは比較的楽だった。あ、そうなの？ T 美術大学に通う大学生で、現在は緑町だっけ？公園の近くのアパートで一人暮らしをしている。住所まで、恐ろしいのね、プロタン。浮世絵を学べそうな美大に片っ端から電話して親族のふりをして聞き出したよ。そんな。ただ、ここに来る途中で寄ってみたけど、昨晩から自宅に帰った様子はなさそうだった。それなんでわかんの？何か危険なところに踏み込んでいないか心配だね。昨晩、あの後追跡したのではなくて？恥ずかしながら追いつけなかった。追跡は失敗してしまったのだよ。え？走るのは早かった？そう、追跡は失敗したのだ。え？まあ、プロタンがなんてこと。彼女の動きをどうにか知りたいものだけど、もう少し時間がかかるかもしれない。彼女もジェソダマを奪うことを考えている。気をつけておいた方がいいだろう。だなぁ。あやめちゃんすごいなんかやり手そうだもんね。次は黒ずくめの長身の男。見た目が特徴的なので、錦糸町付近で聞き込みをしたところうまく情報を得られた。まあ、圧巻の情報力。恐れいる。恐縮です。その男は飛白石鹸という会社で会長秘書をしている弓岡という人物だろうとのことだった。なんで知ってる人いたんだ？飛白石鹸といえばこの近所に本社や工場があるらしいね。そうね、昔からずっとこの町にあった会社、この十数年で急に大きくなった感じ。そういえばここの会長も名前出てたよなぁ。その人が怪しいか？会長の女性がとても剛腕だと数年前に経済ニュースで話題になっていたのを覚えている。業績も好調なので今こそ区内にある工場をフル稼働させたいところだろうけど、公害対策法で産業廃棄物の基準が厳しくなってから設備の古い工場は稼働停止しているのも多いそうだ。へえ。確かに10年ほど前は化学工場の廃液も顔に垂れ流しで評判は良くなかった。あの頃はほとんどの企業が環境よりも経済成長を優先していたからね。そうなんだ。まあそんな会社に勤める男があの時間に何をしていたのかは気になるところだね。ここに来る前に飛白石鹸本社にも寄ってみたけど、まだ営業していなかった。後で出直そう。そうなのね。まあそうか、平日だしね。美容の研究のために蘇生にも興味を持ったとか？え？ほう、いいね。それは面白い考えだ。ねえ。え？終わり。面白い話だね。昨晩はもう一人怪しい中年男性とも遭遇したけど。え？サイコンを集めてる様子があったという男ね。それって誰だっけ？それって、秀樹か。だがその男性は中肉中背で顔もよく見えず、身元を特定できるだけの情報が得られていない。弓岡ってそんなに特徴的なんだ。それは残念ね。
弓岡も結構いそうなサラリーマンだけどな。ただ推理はできる。そう？蘇りの秘術について記された古文書を発見したとされる郷土史研究家がいてね。その荒石秀樹という人物の背格好がまさに目撃した男と同じくらいだった。正解じゃん。あら、そんな人物がいるの。だったら呪いを起こした黒幕もその人が怪しいんじゃなくて？うむ、その可能性もあるだろう。ああ、でもそれだったら確かに後で奪うことを考えたら手相玉あげちゃってもいいかってなるかもな。まだ、秀樹のことよくわかんねえぜ。だからひとまずその男への接触は避けておこうと思う。ああ、そういう。もちろん情報は欲しいがね、だけどそこに飛び込むのは今じゃない。なるほどね。この後また貸し主の確認に行くなら、まずは飛白石鹸で黒ずくめの男かな。本社は南有下水通り沿いにあるよ。そうなの。あるよ。誘拐事件の犯人の件だが、一つ報告がある。なんでしょう。さっき言った連続開始事件の一人、あ、駒形高校の校庭で遺体で発見された男性とは、そうだった。実は教師の城之内公平だ。まあ。なら、その人は貸し主だったの？どうだろう、可能性はあるがいずれにせよ。これで誘拐事件の事情を知る者が二人とも死んでしまった、ということになる。そうね、ようやく進展しそうだったのに。それでも調べられるだけ調べてみようとは思うが、さすがに白石道夫の自宅まではまだわからない。場所がわかったら訪ねてみてもいいだろう。え？どうやって、リヒタさんたちに教えよう。みっちゃんの自宅。ええ、わかった。みんなで情報共有しようよ。世間で言われている連続開始事件は、今朝に発見された3人に加えて、1週間前に投身自殺した白石道夫や、旧安田庭園での警察官の変死も含まれているそうだ。立て続けにこれだけの不審死があれば変な噂も立つというもの。でも、その2件は七不思議の呪いとは別なのよね。うむ、呪いの発生よりも前に死亡しているので別件のはずだが。一つ思うに、うん、思うに。もしかするとそこに黒幕が噛んでる可能性はあるかもしれない。え？え？でもあり得る。今回七不思議の呪いを呼び覚ますための、前段階として、タイミング的に本当に無関係としていいのか、という懸念からの推理だけどね。生贄が必要だったという場合？特に警察官の変死事件はむしろ呪いであってほしいと思うくらい不可解だ。被害者はそう簡単に遅れを取るような警察官じゃないはずだしね。詳しいのね。あながち、無関係でもなくてね、これは個人的な事情だけども。そう。じゃあそっちを調べていけば黒幕に結びつくかもしれないの。そうだね、僕らの目的が黒幕探しならそっちから調べていただろう。なるほどね。まだまだこれから呪い殺された被害者が発覚して増えるかもしれない。今日のニュースには気をつけておいた方がいいだろう。そうなの？じゃあスマホで。さて、報告はこのくらいにして今日の調査を続けるとしようか。マダムはどうするかい？血玉が使えないならば出歩いても大丈夫だと思うが。じゃあ一緒に。行くわよ。そうね、一緒に行く。この目で見定めたい。オーケー、じゃあこの後どこから行くかは依頼人であるマダムが決めてくれたまえ。マダムどこ行く？調査、どこから行けばいいのかな？とにかく気になる場所から行ってみればいいか。シギマさん、ほわほわ。寝てないからね。そっか。緑町公園。南有下水通り。あれ？これでさ、もういないか？これで高校行ったらどうなるの？今何時だ？まだ、遅かったか？さて、渦中の駒形高校に来てみたけれども、教師の遺体が発見されたわけだから、当然警察ががっちり封鎖しているようだ。がっちり。
今日は休校になっているので、周囲には行き場をなくした生徒たちが怒っている。怒っているなぁ。ヤジウマの姿もあって周囲はざわざわしているね。これなら僕らがここにいても目立つことはないだろう。そうかな。目立つけどな、リヒタさんな。立番の警察官が校門を封鎖している。まだ現場検証しているようだね。中にいるのかな、この時。あの二組は。いいよな、入れて。ここチームは入れねえぜ。周囲の学生さんたち、消えて現れてしている。心なしか警察官の様子を見て警戒しているように見える。小説なんかでは探偵という存在は警察に疎まれたりするけど、本当なのだろうか。何この視線の移動。杉間さん独特のねっとり視線の移動か白石道夫も城之内という教師も二人とももう死んでいる。ここで得られるものはあるのだろうか。他主人公が飛び出してきたりしない？この場所は本所七不思議のバカ林のゆかりの地でもある。走り主がここに現れてもおかしくはない。ただ城之内が走り主だったのかどうかは調べようがないかな。警察は呪いなんて知らないだろうから、さぞかしこの事態に戸惑っているだろうね。実は知ってんだろうな。さて、ひとまず周囲にいる生徒たちに聞き込みでもしてみようか。別にがあるんだ。やってみるだけやってみようよ。オーケー、生徒たちに白石道夫のことを聞いてみよう。なんかあるでしょ。やっこちゃんがいるかも。行ってきてや、マダム。あら、ありがとう。お帰りなさい。何か情報はあった？ああ、若者たちは刺激的な情報に振り回されるのが相当好きなようだ。若いとね。城之内と白石道夫に関する真偽不明な噂話が大量だったよ。まあそうですよね。どれも取るに足らない噂ばかりだったけれども、一つだけ気になる話があった。なに？城之内を殺したのは実は白石道夫の仕業だという話だ。え？その根拠は二つ。一つは、これは僕も聞いたけど、城之内本人が数日前から白石道夫に殺されるといったことをぼやいていたからだね。これは同僚の教師がたまたま耳にしたのを一部の生徒にこっそり教えたのが情報源だ。嫌なシチュエーションすぎる。そういえば、ジャナツ先生さーって教師が生徒にでしょ。ちょっとやだね、それ。そんな話をされたら、あっという間に伝播するに決まっているものね。そしてもう一つ、夕べの遅くに。この学校の付近で制服を着たお下げ髪の少女を目撃したという証言があったそうだ。まあ、はっきり顔まで見たわけではないようだが、どうやら目撃者が複数人いるらしい。意外とみんな夜中に出歩いてるんやね。なので白石道夫が蘇ったか、あるいは怨霊となって現れたのかって噂だよ。もちろんお下げ髪の生徒なんて他にもいるし、注目されるための虚言の可能性だってあるがね。そう。もしそれが本当なら、その現れた白石道夫に誘拐事件についてぜひ表現してもらいたいものね。表現。それができるならばとても助かるね。それからもう一つの情報だけど、白石道夫の住所が分かったよ。住所録を持っている生徒がいたからね。今ここね。それは有益な情報。持ってきてるやつも、まあ、いるか？しかし、みんな住所録があって当たり前だと思っているようだけど、個人情報が筒抜けなのは全くもってよろしくない。これではよからぬ考えを起こした相手にも簡単に住所がバレてしまう。でもそういうものじゃなくて？そう、今はそれでいい。ひとまず白石道夫の自宅にも行けるようになったしね。俺もやー、小学生の頃やー、気になる男の子のお家？タウンページ？その住所録？で調べて、電話かけたことある。今は無理だよね。誰々んちの、家主っていうか、お父さんとかおじいちゃんとかさ、ね。ねえ、書いてあったもんね。住所と電話番号全員ね。ねえ、リヒタさん。ね
しかし学校内でこんな事態が起こったのでは生徒たちも不安になるだろうね。明日以降学校が怖くてこらえなくなってしまう生徒が出なければいいけど。いるかもね。警察は事件の解決しか考えていなくて、そんなことまではお構いなしだからね。そうね。そうよね。子供たちを見ていると、健やかに暮らせる環境がいかに大事かよくわかるね。さっきの住所録の件といい、子供たちを守るためにはいろいろ意識を変えていかないといけなそうだね。そうね、通学路での誘拐なんて二度と起こってほしくないし。これからの犯罪はもっともっと狡猾になっていく。法整備が追いつかなくなることも多いだろうね。だから僕みたいな異端も必要なのだ。どういうこと？ああ、いや、なんでもない。こっちの話だよ。どういうこと？もう一回言って。どういうこと？もう一回頼む。白石道夫の家か。親兄弟が何かを知っていればいいけど、自殺したばかりでそんな話を聞けるかどうか。高校生にもなれば親に隠していることも多いだろうし、犯罪に加担していても知らない可能性もある。そうね。じゃあいち早く行ってみようか。みっちゃんち。道夫宅。